ぐらいか。まだでも 40% あるんだな、すごいな。1時間ぐらい回しっぱなしですけど。おおおお、あ、今日は閉まってるんだな。We are closed。 毎週日曜は休みなんだ。なるほどなるほど。あ、そうだ、最近ね、味噌がなかったんだ。味噌とソース、味噌とソースを買って帰ろう。でもその前にな、その前にご飯食べなきゃだから、すいません、ちょっと戻ります。どっか食べるところを探します。海が見えるところがね、やっぱり高いんですよね。ご飯屋さん多いんですけど、まあ日本の方にすれば、そのせっかくフィリピンに来てるんでね、そんな多少高くても、まあ高いって言ってもね、200円、300円、400円、500円、そういった差だと思いますけど、まあ、実際ここに暮らしてる私とかだとですね、それが結構考えがケチになってるんで、なるべく節約をしようとしています。なんだ、 We are open って何屋さんなんだここは。あ、ここあれかな、地ビールの店かな。ちょっと行ってみよう。一番クラフトビアって書いてある。まあいいや、ちょっと話のネタに。人がいなそうだな。人がいないってことはいいんかな。ちょっとメニューだけでも見てみるか。あ、人がいないな。あ、外もある。あ、換気が良さそうだ。あ、ここなんかいいですね、海が見える。ほほほほほ、クラフトビア、はい、Good afternoon. Oh, I'm blogger. It is okay shooting the video? Thank you. Is the owner, sir? Draft beer? Dr. Radio. Ah, I see. Ah, so it is menu? I remember you, sir. Oh, really? In Henry?Handy. Yes, yes, yes. Yeah. Ah. Yes, yes, yes. Yes, let me know, sir. Oh, thank you. So, is this okay? I sit and sure, choose? So, you are at Handy? Yes, sir, before. Before? Yes, and now we close because of the turbine. Ah, I see, I see. So, no longer?No happy hour? You have happy hour, sir. Really? It's 80 pesos. All right, now what time? So now happy hour is available? Yes. Really? これ、あのヘンリーホテルってあの近くの別動画で紹介したビールのとこで、あの飲み屋さんで働いてた従業員の方です。ハッピーアワー、オールビアが80ペソ。あ、これは素晴らしいな。今日ここにしましょう。よかったよかった。1時間。おお、OK。So, all beer. Yes, sir. All beers we have. ああ。一番上から全部80ペソだって言ってますね。170円ぐらいですか。170、80円。ああ。OK。From top, number one.by one, two, three. じゃあ一番 5種類ビールがあったんで、とりあえず一番上からっていうんで今お願いしました。でここがね、こういう換気も良くて、こういうあの椅子がある感じですね。
あ、ここはいいな。あそこ100ペソのビールがあったんですけど。ああ、サラマー、サンキュー。非常に優しい方だし、素晴らしい。感動中です。いいのを見つけた。よしよしよし。じゃあメニューも持ってきてもらって。さすが1時間も歩くと疲れますね。よいしょ、リュック。ああ、背中がベタベタだ。いや、ちょっとあれだな、店をざっくりこんな感じです。おしゃれですね。おしゃれ。こういう手を洗うところもしっかりしてて、あ、こういうビールをやってんだろうな。こういうので作ってるんですかね。で、これがさっきのメニュー、ビールメニュー、ワインなんかもありますね。だいたいいつもは115ペソとかそういう感じのが80ペソ。あ、ちょうど入れてくれてる。オーライ。おお、Thank you very much。ちょうど来たんでもらいました。ああ、喉が渇いた。喉が渇いた。喉が渇いた。ああ、よいしょ。よし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 。じゃあすいません、待ちきれないんでいただきます。こっちの方がいいのか。はい、いただきます。ちょっとあれですね、色が濃い感じのビールです。濃い系ですね。濃い系。美味しい。ちょっとメニューをもらっておこうよ。これもらっていいんかな。メニューが、よし、こんな感じですね。ピザ、ベジタブルピザ、ハワイアンピザ、ペパロニピザ、まあ500円ぐらいですね。600円ぐらいか。ももってなんだろう。チキンもも、これですね。チキンマッシュルーム、チベス、ホームメイドチリ、90度170とかサイズですかね。マッシュルームモモ、オイスター、しいたけ、これしいたけですね、多分。マッシュルーム、キャベツ。よくわかんないですね。よくわかんないけど、90ペソだから半分、あ、6ピース。6ピース頼むのもありですよね。で、あ、ミールって食事。食事は、ローカルビサヤ。ここビサヤ地方なんですね。あ、ちょっと喉渇いた。すいません、ビールもらいます。フンバ。あ、ベリーシチューだから、脂身が強い。肉のシチューなんですか、煮込みなんですかね。ポーク、パ、あ、チキンって書いてあるな。
パクミギアーナ、わかんねえな。ポークフィレオントップウィズヒレだから、これは脂が少ないのか。で、あ、ポークカツ丼、カツ丼がある。ポークカツレツ、ソイセサミ、カツ丼269。これがまた怪しいですね。ジャスミンライスのカツ丼、フィッシュ&チップス、あ、タルタル、あ、私タルタルソース好きなんだよな。フィッシュ&チップス、これでもいいな。フィッシュタコ、まあでも今ダイエット中なんですよね。タルタルソースなんか食べたらめっちゃ太っちゃいそうですけど。エスカベッチェ、なんだこれ、わかんないですね。ホーチキン、あ、ソイガーリック、パルメジャン、カリイタリア、あ、これはあれですね、チキンウィングですかね。あの、なんだ、鶏を素揚げしたようなやつにいろんな味つけた。前回別動画であのチキンの食べ放題行きましたけど、そんな感じかもしれないです。これはビーフバーガー、ビーフバーガー200ペソだ、安いな。チキンバーガー、あ、わさび、わさび海苔ソースだって、これ美味しそうですね。なんだこれ、チキンバーガーの、あ、それがさっきね、別動画になっちゃうかもしれませんが、街歩いてる時にチキンバーガーのお店があったんですよね。これちょっと魅力的だな、わさび海苔ソース。あとビーンバーガー、豆はあんまりだな。あとパスタ、リングイネ、ドライトマト、 あっさり系ですね。ペストだからあれですね、バジルソースなんだ。でスパゲッティ、これがオリーブとアンチョビ、トマト、トマトソース、アンチョビ、ほうほうほう、これはもうあれですね、決まった。このわさび海苔ソースのこれにチキンバーガーにしましょう。あとこれ食べてみるかな、チキン、チキンマッシュルームモモ、チキンモモ、オイスターっていうのが気になるな。オイスター、オイスター、これにしてみましょう。オイスターマッシュルームモモにしてみましょう。6個。じゃあ頼んできます。あれ？いないな。ハロー。Can I have chicken burger? Okay, sir. And what's momo? Momo is a ground chicken, sir. Oh. And we wrap the in...Dumpling wrapper. 66 pieces, 90 peso? Yes, sir. じゃあ、マッシュルームモモ、6 pieces. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. なんだろう、モモってなんか、チキンをこう、練り物みたいにした感じですかね。なんか、スマッシュ、スマッシュって言ってましたっけ？ちょっと忘れちゃいましたけど。なんかこう、なんかあの、すりつぶして、やったみたいな風に言ってたと思うんですけど、すいません、あの嘘かもしれないですよし、こんな感じかな。できればね、皆さんにあのいい動画を楽しんでいただきたいんで、できるだけあのいい画角でお届けできればと思いますけど、何がいいな、難しいな。これくらいか、これくらいですかね。海が見えてビールが映る、私なんか映んなくていいんで。じゃあすいません、いただきます。あー、うまい。あ、これがね、海からの風が気持ちいいですね。ここあれですよね、さっき 1時から、ちょっとすいません、もう一回見てきます。1時から何時までだっけな、6時まで、Wi-Fi も使えるんだな、携帯。Wi-Fi が、グローブ、
これか 2.4。 パスワードが、パスワード言うとあれですけど、まあ、あの皆さんぜひこのお店はかなりおすすめですね。特に1時から6時の間に来ることをおすすめします。ビールドラフトビアで80ペソだから170円ぐらいですよね。全然ありだと思いますよね。じゃあいただきます。あ、今日はバイク乗ってないんで、あーダメだな、飲んじゃうなこれは。今日は帰る時はもう歩くのが嫌なんで、このトライシクル、このバイクに乗って帰りたいと思います。あ、電池がないな、もうこのカメラの電池が残念ながらもうないんで一回切ります。ごちそうさまでした。なくなっちゃったんで2杯目を頼みに行きます。あ、ナンバー2。ナンバー2。Thank you. So no more. So Henry will open next week? Yes, next month. Next month. Yes. Not so many customer. Not so soon. Ah, I see, I see. Because of COVID. Yes. We close also, sir, because if we're banned or... But it's okay here. No.So do you open every Monday through Sunday? Yes, sir. Every day, sir, we open here. And every day? Yes, sir. Every day. 2杯目いただきます。これはちょっと薄いんかな。なんかパーセントが低かったです。うん。ああ、めっちゃ冷えてる。あ、こっちは薄いですね。薄いっていうか、あの飲みやすいビールです。美味しいです。到着です。チキンバーガー、お、海苔が入ってる。これは面白いですね。じゃあ早速いただいてみたいと思います。バッテリーがあと 10% しかありません。じゃあ手短に行きます。いただきます。うん、うまっ。あ、これうまいな。 Thank you, サラマン。これはうまいな。あの肉もパサパサじゃないですね。ジューシー。うん、わさびはちょっとわかんないですけど、あとこれ何でしたっけ、90ペソのなんとかマッシュルームなんとかって、オイスターって書いてあったんですね。これすごいな。これ90ペソですよ。200円、200円でこれってすごいなと思っちゃうな。私だけですかね。あ、このカラマンシー、ゆずっていうかレモンですね。カラマンシーをちょっとかけてみます。じゃあいただきます。何でしたっけ、もも豚肉、あ、鶏肉。オイスターって書いてあるんですけど、オイスターはゼロですね。どこにもいません。でもあの餃子みたいな感じですね。鶏肉で作った餃子、そんな感じです。美味しい。うん、なんかね、ラー油みたいなのが乗ってます。あ、これはうまいぞ。なんかこのタレ的なものが本当にあのラー油と醤油みたいな感じです。これはビールに合いますね。本当にあの
餃子とビールを飲んでる感じ。鶏のミンチを豚にしたら餃子になるっていう、そんな感じですね。うん、うまっ。じゃあちょっとこのバーガーと、あとポテトもあった。ポテト、うん、なんだろうな、スイート、うん、チリスイートソースでしたっけ、ソース、スイートチリソースでしたっけ、ベトナムの生春巻きにつけたりするやつ。うん、うまい。これ大大満足です。すいません、ちょっと酔っ払ってるんで、あので、電池もなくなってしまったんですいません。今日はこの辺で、あの、楽しみながら失礼したいと思います。どこかで電池が切れると思います。うん、うまっ。多分これが400円ぐらいですか。こっちが200円ぐらいで、ビールは170円ぐらい、まあ、かなりお値打ちじゃないかなと、まあ、日本と比べればですけどね、個人的には思います。なのでこの町に皆さんの遊びに来ていただける時が来たら、あの、生ビールとか好きで、海を見ながら飲みたいと、そういう方はぜひこのお店に来ていただければと思います。こんな感じの、こっちの方がいいか、こんな感じの景色ですね。ちょっと錆びてる船が向こうに映ってますけど、そういうのもたまにはね、いいんだと思います。じゃあ今日はこんな感じで失礼したいと思います。ありがとうございました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイヤ生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また、私が40代でセミリタイヤ生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また、具体的な質問がある方は、概要欄にあるメールアドレスか、ツイッターの DM までお願いします。ありがとうございました。